お腹が気になる方、実は腹筋より先に太もものストレッチをするとお腹が実はへこむんです。いろんな腹筋頑張ってるけどなかなかお腹がへこまない、そういった方におすすめな動画内容になってます。今回の動画を最後まで見ることで、なぜ太もものストレッチをするとお腹がへこむのか、腹筋をしてもなかなかお腹に効きにくい、腰が痛い、猫背や反り腰なかなか治らない、そういった方が簡単に解決できる内容になってます。最後まで一緒に頑張っていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、お腹が気になる方におすすめな太もものストレッチを紹介していきます。この太もものストレッチをすることでお腹がへこみやすい姿勢になり、立ってる時でもお腹がへこんだ状態をキープすることが簡単になってきます。立っている状態でお腹が出てしまう方、実は姿勢が関係しています。やはり日常的にお腹が出た姿勢で生活をしているという風になってしまいます。座った状態でお腹がへこまないっていうのはもちろん腹筋と背中が関係しているんですけども、立った状態でもお腹が出ているっていうのは骨盤の角度というのも関係しているんですが、実は太ももの硬さが関係しています。特にスクワットをしている方、スクワットすると前のももが鍛えられます。で、鍛えられると今度は強く縮まります。要するに前ももの筋肉がどんどん硬くなってきます。そうなると骨盤っていうのが前ももが硬いがために、前のももを緩めるためにちょっと膝が曲がってお腹が前に出てお尻が後ろに出て、そういった姿勢で立ったり歩いたりしてしまいます。で、この前もものストレッチができるとどうなるか、骨盤が立てられますのでお腹が自然とへこみます。ですが骨盤が前に出るとお腹が前に出た姿勢になるので、やはりお腹がへこみにくいです。例えばですけども、お尻を少し下げると前のももっていうのは柔らかいと思います。ですがお尻を出すと前ももは少し硬くなります。特に硬い方はお尻を前に出したくないので腰が引けて骨盤が傾いてお腹が出る、そういった姿勢で過ごしやすいです。そこで今回、骨盤を立てながらお腹をへこましながら前ももをストレッチできる、そしてこれを行った後にですね、とても腹筋に効きやすい状態になってますから、カエル足腹筋を一緒に5回やっていきます。2種目やっていきますので、各5回ずつ合わせても10回です。一緒にやっていきましょう。それでは紹介します。正座をした状態で手はももの上です。お腹をへこませて息を吐きながら体を起こします。この時にお腹をへこませたままでおへそをできれば上向けとく感じで股関節を前に出します。お腹を前に出したらダメです。股関節を前なので膝から肩までまっすぐなっとるイメージです。ここから手はももの上ですから、肩甲骨を後ろに寄せてかかとをタッチで元の姿勢、もう一回やってみます。息を吐きながらです。戻ったら吸います。お腹は常にへこませたままで動きます。そして手を後ろにするときは、手を後ろにするだけでは遠いです。肩甲骨をぐっと寄せて手のひらを下に向けて、手のひらが向き合ってると肩甲骨寄せにくいので、手のひらを下に向けて肩甲骨を寄せた状態でかかとをタッチ。この時に前ももがしっかりストレッチされます。前ももがストレッチされると骨盤が前側に傾く力っていうのが弱くなるので、骨盤が立てられてお腹がへこませた状態で立っとくことが簡単になります。これはまず一緒に5回です。ゆっくりやっていきます。息はできるだけ長くです。
スマホは顔の前に置いてください。手はももの上です。足を閉じます。お腹をへこませて息を吐きながらスタートです。この姿勢まで息を吐き続けます。それでは行きます。3、2、1、GO!1、お腹をへこませたままです。2、ゆっくりです。息をしっかり吐いて肩甲骨を寄せてタッチ。3、お腹をしっかりへこませて4、ラスト、お腹をへこませて肩甲骨を寄せる、手のひら下キャッチ。 OK、 今のでお腹をへこませる力、上半身をまっすぐ保つ力、そして前もものストレッチができてます。今ので前ももが痛かったよって方はね、ちょっと前ももが硬いので、やはりストレッチが必須です。ストレッチの方法としては、立った状態で足の甲を持って膝曲げます。この時お腹が出ていると簡単にストレッチできるんですけど、これではちゃんと伸びないので、この状態からお腹をへこませて足のラインをまっすぐにする。こうやってこれでお腹をへこます。お腹が出るとあんま伸びないです。足を閉じて横に並べてお腹をへこませる。お腹をへこませるといった感じで前ももをストレッチしてください。かかとがお尻につかないよって方は硬い証拠です。硬い方はお腹がへこむ可能性がまだまだたくさんあります。次は返り足腹筋です。今のお腹をへこませる姿勢、骨盤を起こしとく姿勢っていうのが身につきましたから、今度は腹筋にすごいね効きやすいです。5回一緒にやっていきましょう。はい、この返り足腹筋なんですけど、クランチの時に腰が浮いてしまうと腰に力が逃げやすいので、お腹にしっかり効かすために閉じた膝を開いてください。できるだけ開くと腰が自然に床につきます。これで腹筋に効きやすい状態ができてます。これでできる方は手を前に伸ばして、手を遠くに伸ばして5秒キープして戻るというのを5回。もし起き上がるのが辛い方は、万歳した状態から手の反動で起き上がって、手の膝を触っとく感じで5秒キープしたら、戻って息を吸います。これを一緒に5回しましょう。5秒間は息を吐き続けます。それでは、行きます。3、2、1、GO! 1、2、3、5、スタート。1、2、3、4、5、3回目。1、2、3、4、5、4回目。1、2、3、4、5、ラスト。1、2、3、4、5。 OK、 お疲れ様でした。今の2種目セットでやると、姿勢そしてお腹を抑える力どっちも身につきますから、とっても効果的です。腹筋を鍛えるだけではお腹がへこみにくい、そういった方はまず姿勢というのができてない状態があります。その姿勢というのは骨盤の角度、お尻を締める力、いろいろありますが、実は前のももの硬さというのが関係しています。今回のストレッチ腹筋を行うことで皆様の姿勢が改善されてお腹がへこむことを祈っております。頑張った方、勉強だった方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。各種 SNS も行っております。よかったらリンクのフォロー、シェアもよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。